はい、いつでも大丈夫です。いや、ラジオや。ユンタク、ラグデーナイトさあ、ということで、はい、5ヶ月突破おめでとう祝杯パート5イエーイということで、はい、ちょっとね、うん、放送事故気味から始まりましたけども、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい。もうちょっと行けましたね。もうちょっと無音の状態で行けましたね。いや、行けるか。早いんだよね、早いんだよね。いやいや、もう30年やってからや。不安なるか、みんな。30年やっててみんな安心して聞けるようになったらもう大丈夫、はい。30年かかるの ?30 年かかりますよ。やっぱ大ベテランじゃないと。なるほどね。ね。やっぱ、まあはもう耐えられないですから。はい。すいませんでした。ちょっと行き過ぎた真似を。行き過ぎた。もうちょっと行けたなと思ったんですけど。ああ、行ける。コミュニティですからね。コミュニティ最大12分まで行けるって話しましたよね。え？コミュニティは最大12分までは放送事故じゃないですって話をしましたよ。ああ、そうかそうか。はい。通常のラジオは3秒無音だと放送事故。コミュニティ、特に FM21 は12分無音でも耐えます。なんでそんな幅あるの？地上の普通のやつとの幅。3秒と12分。12分。いやでも、嬉しいですね、もう5ヶ月。いや、早いですね。今日ちょうどそうなんですよ、5ヶ月っていうことで、はい。一番初めにシャープ1を収録したスタジオに帰ってきました。うん、あ、初心忘れるべからずということで。はい、はい、お母ちゃんもあれから、5ヶ月経って、はい。いや、大人になりましたね。どこがやねん。何も変わってない、4歳から。誕生日も。何にも変わってない。あの時まだ30歳だったんだよ。あの時まだ30歳。収録した時、ね。あ、確かに確かに。30歳かさ、で、その、収録したのも8月末だったから、ああ、そうか。その後、お母ちゃん31歳になりまして。なりまして。おめでとうございます。改めまして。改めまして。おめでとうございます。そんな珍しい祝い方です。誕生日5ヶ月改めましておめでとうございます。珍しい。いやー、嬉しいね。嬉しいですね、本当に。これ配信が1月31日ということは、もうすぐ節分。あらま。ということで。はい、はい。そして今年の恵方は、うん、ホクホク星。お、ホクホク星ですね。はい。ホクホク星やから、どんぐらい、ウラジオストックとか、その辺ですか。あ、なるほどね。かっこいいなぁ。ホクホク何がそれ現在地東京として東京としたら、ウラジオストックかな。が、そんなぐらい。ホクホク星にあると。そうです。そこを向いて、恵方巻きを食べる。食べるという。なんで恵方巻き食べるんですか。なんかね、ほんまに諸説何個かあるらしいんですけど、はい、なんかほんまにエッチな理由が、もう一つあるんだ。濃厚ですよね。なんかその、お殿様が、そのお姫様に、こう、うん。あ、そうそう、巻き寿司を食べさせて、みたいな、はいはい。なんかそういう、エッチな理由。あ、いいね。いいんかい。まあ、エッチなね、まあはいはい。エッチなことってやっぱ意外と日本と世界救ってますから。まあ、確かに、うん。だって、ビガンローラーみたいなあるじゃないですか、小、うんうん、顔、うん。あれ、絶対男性の物の形も知ってますよね、あれ。だから、それ手に取りやすいんでしょ。そうです、そうです。無意識で。はい。で、それを、その話を女性4人ぐらいに知ったことあるんですけど、うんうん、すごい引いてました。引くよね。女性って引くんだよね。引いてました。ミッキーマウスもそうだよ。ああ、うん、確かに。男性器なんだよ。あ、そうなんですか。と、鼻ね、ちょっと。それで、女性をが好きになっていくっていう、もう、サブリミナルみたいなもんだよね。まあ、本能的な。ほんまですかそれ。これ結構有名な話。さっきちょっと尖ってると思ったけど、皮。ああ、そうそう。何その皮とか。一番ほんとに。皮ね、そのレインの方ね。レインね。レインの方ね。OSN ですよね。有名な歌ありますけども。はい。レインっていうのは感動しますよね、ほんまに。いやー、ほんとに。ね、無言で食べたら、何でしたっけ？どうなるんでしたっけ？願いが叶うんでしたっけ？まあ、運気がアップするってことでしょ？一応。で、節分って、まあ、暦で行くと、はい、大晦日なんですよ。はい、はい。2月4日から新年なので。あ、そういうことなんですね。そう、暦上では。はい。なので、皆さん、1月1日にハッピーニューイヤーしてますけど、うん、本来は本当は2月4日から、いろいろ切り替わるという。ええー。で、節分で、鬼は外、福は内。余計なものを、
その今年、その去年において、うん、いいものをその翌年にちゃんとした信念に持っていくという意味合いもあります。諸説あり。諸説あり。諸説あり言っとけば何でも、OK、確かにもう全部そうやもんな。そうそう、そんなに言ったら。そう。まあそういったことなんで、2月4日が新年。なので、2月3日に、なんでしょう、お掃除、大掃除とかするのもよしとされてますね。へぇー。あ、そうなんですね。そうなんですよ。大掃除ね、ちょうど、また、ちょっと汚くなり出す頃か、お正月からしたら。そうですよ、ちょっと、怠けちゃって。ね。違って、ちょっとね、なかなか気合入んないじゃん。ちょっと、なんか、正月ボケしちゃって。うんうん。そういうのもありますよね。なるほど。はい。節分ね、サバの煮込みとかね。うん。サンマでしたっけなんか。こういうの、こんなの。ありますよね、なんか。あるっけ、レンコンとか。あれ、あと、チラシ寿司とか。まあ、チラシ寿司ね。はい。あったような気がする。なんか、何個かあるんですよね。7種類ぐらい多分。あるんですよ。なんか人気、人気みたいな。人気みたいな。なしの人気。あるんだ。ギーではない。ギーではないですもん。はい。の人だと。今日ね。はい。見てください、これ。はい。これすごい免疫って。免疫ケア。はい。これすごいプラズマ乳酸菌。はい。これキリンさんが出してます。キリンビバレッジ。はい。で、これがすごい開発なんですよ。小祝なんとかさんっていう会社と共同開発して、これを飲むと免疫力アップするんで、はい、コロナにも強くなるんじゃないかと。はい。なるほど。で、体の内から取り入れる、免疫ケア。はい。で、今回、キリンビバレッジさんが、はい、今回のこのシャープなんですけど、はい、でスポンサーに、ついてません。ついてへんのかい、はい、あたかもですね、なんかちょっと、PR ついてんじゃないかっていうのを思わせるような置き方しました。マーケティングやな。聞いたことない。変な手法。変な手法。あ、待って、映ってないな。か、おい。映ってへんやんで。お母ちゃんの頭が。頭映ってない。こっち、こっち。あ、こっちです。あ、こっち。似てるけど。すいません。映ってなかったですね。今日はメンタルケアで一応、キリンビバレッジさん。ありがとうございます。はい。これを皆さんにね、一応まあ、イバ君とお母ちゃんにも、飲んで、はい。改めてちょっとコロナ対策。なるほど。やっぱ健康にということで。私買ってきましたんで。うわ、ありがとうございます。はい。これがね、もうほぼ、水の味。ええ。で、これが、まあ、ヨーグルトテイスト、これレモンが入ってるんで、美味しく飲めます。うちの息子ももう、ほぼ毎日これ、一本飲んでますからね。すげえ。なので、ほぼ、もう風邪とかひいたことない。へえ。本当に。で、僕の奥さんも毎日一本飲んでるけど、この3年間、本当に風邪ひいたことない。すげえ。うん。これだともう無縁。すごいわ。いや、すごいっすよ。これだから、ぜひ一本後で飲んでもらえれば、大丈夫かもしれない。もちろん、気をつけてくださいよ、ケアは。でも、これは、諸説。諸説ありですね。はい。はい。はい。いや、面白いですよ、本当に。最終日が1月も。いや、ほんまそうですね。あっちゅうますね。あっちゅうま、いや、パッチューネみたいに言わんでいい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。5ヶ月ということで、最終日ね。はい。なんか、2022年。あ、プロ野球キャンプイン。あ、明日、もう明日からでしょ？ええー、あ、そうなんだ。からキャンプイン、もう沖縄は盛り上がりますよ。ほんまや。もう沖縄の何球団が来るの？すごい来るやん。うん。日本ハムファイターズ。うん。名護市。名護市ですね。名護市。はい。これ、阪神タイガース、宜野座。宜野座。で？で、楽天ゴールデンイーグルスが金。金って読むんや。金鳥。金ですね。たけしってついてるけど、これ金なんです。金竹って書いて、はい、金です。金。すごい。で、沖縄が広島カープ。広島カープ。これ、そうや。ずっと。で、沖縄県那覇市が、うん、県庁所在地ですけど、沖縄市っていうのもあるんですか？あります、あります。そう。俺、それ、小学校の時、あ、すげえってなりました。あ、違うからね。はい。奈良県奈良市でしょ？奈良市です。埼玉も、もともとちゃいますんで。そうね。多分、浦和かどうかから移動しよう。そう、これ好きやったんですよ、小学校の時。何が？沖縄ってあんのに、ああ。なんか、那覇市になってるみたいな。県庁所在地、ああ。あえてやってんのかなって。岩手県は盛岡市とか？盛岡。でも、岩手市ってあるんでしたっけ？ない？あるのかな？なんか、これ、あんのに、そう、あんのにちゃうんやってやって、思い出した、それ、小学校の時を、覚えてるわ。今、この地図を見て、
若かりし頃を思い出して、思い出して、はい、タイムリープだ。はい。うわー、いいね、今思い出したんだよ。他にも違うことを出てきた？なんか。え？違う。あ、出てきました。その HY の歌詞、机に書いてあります。いいねー書いたな。そうです、6。HY が小学校の頃 ?6B の鉛筆で。小 6？ 小6か中学か。中学か。HY。HY 中学か。HY 何？HY の、365日でしたっけ。あ、そういう、365日ので。いや、ミスチルやないか。それミスチルか。それミスチルや、それ。ジェンさんと中川さんと田原さんのね、あと一人誰でしたっけ、桜井和俊。桜井和俊。一番有名なところだぞ。そうでしたっけ。あ、そう、忘れてました。岡田武士。何やつ？カーツみたいなやつ。厚森みたいなやつ、ね。岡田武士みたいな。ポイントみたいなやつ。いっぱい、そうですね、ヤクルトが。ヤクルトは我々の。はい。浦添市ですね。うわぁ、これは何年目なんですか？もうずっと。長いですよ。僕が中、いや、高校の頃からかな。だからもう20年近くやってるのかね。すごいね。長い。ヤクルトスワローズ。ぜひ、ゴーヤーの皆さん。はい。これお聞きの皆さんですね。はい。ぜひ、浦添市、ヤクルトスワローズキャンプしてますので。はい。年に一回、神宮球場で行われる試合、うん、浦添デイっていうイベントの日があるんですよ。はい、浦添のブースがあって、うん、浦添の魅力を紹介するような日。そこのですね、始球式があるんですよ。はいはいはい、これ前市長にも言いましたけど、はい、松本市長にも。はい、ぜひ岡田くんを始球式に。ちょっとよろしくお願いします。というのよ、ちょっとね、運動を起こしてほしい。メールを送ってください、浦添市にメール送って。ぜひぜひ、岡田くん、ちょっと皆さん。出してよーっつって。ほんまや。はい。ちょっと始球式ね。なんか、それこそ、最近、はい。その YouTube ね、岡田大江、見ましたっていうプロ野球選手が、おぉ何人かいて、はいはい。このままほんまに、トースポのなんか、Twitter、見てたら、はいはい。なんか、中日のフック選手が、フック選手ね。ベリーウマーバーのパーカー着て、なんか自主練してて、むちゃくちゃおもろい、むちゃくちゃおもろい写真。ね、ノック受けて。てか、その写真と出会った瞬間どう思う？びっくりした？いや、びっくりしたんですよ。ほんまに。え？福選手ってあれですよね。2021年か、最終優秀。すごい調子良かったんだ。中継ぎ投手ですよね。取ったんだ。そうです、そうです。福選手ってね、山本昌さんが引退した翌年に多分入ってんねん。はい。で、34番、うん、山本昌さん永久欠番にならずに、はい、フック選手が受け継いだのよ、うん、1年目がすげえ。で話題になったんだよ。ああ。で34番、あの34番を1年目が受け継ぐっていうことで、すげえ。うん。しかも体格とか感じも似てますね。似てる。でも僕も見たけど、ベリーウマーバー来てるの、うん、いいねあれね、うん、ねあれでも勝手に知らん人が作ったやつなんですよ。あれはそうなんだ。あれオフィシャルじゃないのか。あれオフィシャルじゃないんですよ。だからもっとびっくりして、海賊版、そう、海賊版来てちょっと中日ドラゴンズ海賊版来てんの。海賊版そう、それもびっくりして、そう、でもあれでノック受けてて、はい、そうで、あとね、池田選手、日本ハムのピッチャー、はいはい、もう、好きみたいで。あともう一人、ちょっと名前忘れちゃってて。石川修太。そう、石川修太選手ね。すごいじゃん。あの人も最多勝とかですよね。パワーカーブ。そうそう、パワーカーブ。パワーカーブ。めっちゃすごい。だ中日、ケムナ？ああ、広島カープ。広島。ケムナ誠さんはもう、ほんま大ファンで。あ、いっちゃん早かったんだよ。プロ野球界。ケムナが？ケムナ。すごいね。ケムナ選手もね、勝ちの方程式入って、てましたもんね。すごいわ。いやだからプロ野球界にも確かに続々と。そう。ああとあれや。栗原選手。ああソフトバンク。ソフトバンク。あの人もあれですよね。得点圏打率1位です、一番バッターやの。すごい、ね、岡田大江を見ると優秀なの。なんだろうな、世の中のことがバカバカしく見えてきてリラックスできる。ああそうかもしれない。固くならずに。確かに。岡田君だってあんな感じで楽な感じでやってるから。確かに。俺がそんな気負っちゃいかんと。いやそうかも。そうだよ。いやそうなんですよ。なんかすごい成績優秀者がいっぱい見てるから。うんね、若手の方ばっかっす。ね。びっくりした。いやもう日本の宝岡田浩太。言い過ぎ。日本の宝岡田浩太。日本。た、こう、あ、ちゃうやん。どこがや。
いや、どこが回分なって陰分だからと思って。まあ、陰の方ね。陰も踏んでないし、回分にもなってる。いや、確かに。すまへん。いやいやいや。ほんまにすまへん。ほんまに。いや、でも結構ね、はい、見てくださっていうか、また始球式も。はい。いや、これ本当に絶対盛り上がりますよ。だから僕は今年の目標。はい。岡田くんがこの浦選手の始球式に出る。はい。一つ置きたいと思います。ああ、ありがとうございます。はい。これだけはちょっと。ヤクルトもうこの宣言しておきます。ああ。これ松本市長にも、もう何回も言いますから、私も。はい、確かにね。はい。松本市長、よろしくお願いします。お願いします、本当に。はい、ということで。はい。それではそろそろ参りましょう。はいよ。岡田光太と。いや、つねきの。ゆんたく、ラフテーナイト。この番組は FM21 沖縄県浦添市のコミュニティラジオ局から有限会社昭和厨房設備株式会社氷組フレッシュミート大城株式会社レント炭火焼き鳥ゆくる沖縄スイミングスクールグループ浦和畳店フットクォータース水晶鍋で食べるしゃぶしゃぶのお店三別亭以上各社の提供で毎週月曜日13時から14時の1時間でお届けいたします。また YouTube 岡田とラジオとスタンド FM でアーカイブ配信をしておりますので日本全国どこからでも聞くことができます。今回のラジオは2人でゆるーくおしゃべりしていきます。はい、はい、今日はもう台本に、はい、しっかりとこのゆるーくをはいねえそうそう今回のっていうかいつもだけどね。そうですね。でもこの次回はちゃうんかなみたいな、ああなるほどね、感じをこう込めてるのでしょうか。そういうことか。ってことは振りになってんのか。そういうことです、ね。次回、今日2本撮りですから、はい、実はもう2月の分も撮りますね。はい。だからこれが振りになってんのか、はい、岩くんの。そうです、そういうね、難しい。伏線。伏線が。今だから、伏線のね、はい、映画とかドラマとか流行ってるから。確かに。真犯人フラグっていう日本テレビでやってる。ああもう結構いいとこまで来てます。すごい話題になってますね。話題ですよ。面白いもん。見てます見ちゃったよ。見ちゃった。見ちゃった。見ちゃってる。めっちゃ見てるってことですか。めっちゃ見てる。めっちゃ見てる。ドキドキしながら見てる。なんかね、僕その真犯人フラグは見てないんですけど、うんはい、そのニュースでその真犯人フラグのその考察みたいなだけ見てます。うんはいはいはい、なんかお友達がやってるよね。ああそうです。ああ YouTube でもやってます。ね YouTube コンテンツ全部見。東大生、そうそうそう大島康之。あ、そうそうそう、大島さんが。やってるよね。あれ俺も見てるよ。ああ、面白い面白い。あれすごいっすよね。そうそう。なんか今、そういうの、スティングっていうね、はい、映画が、アリコンさんから聞いたんだけど、はい、スティング方式っていうらしくて、はい、伏線がいろいろ回収していく。はい、だからスカッとする最後。ええー。コンフィデンスマン JP もそうなのよ。ああ伏線貼られまくってて、最後に全部回収するでしょ。あ、確かに。確かに確かに確かに。あれがめちゃくちゃスカッとして気持ちいいっていう。あれをシステムなんですか？スティング方式。スティング方式。だから何だっけ、トラさんみたいなやつ、なんて言うんだっけ。なんか言ってましたね。ね。なんか、ね。なんとか型みたいな。そうそうそう。同じの繰り返すみたいな。そうそうそう。そうね、もう、フラートにナブロも一緒だ。プログラムピクチャー。ああ。水戸黄門とかも。水戸黄門とか。あと、岡田大江とか。岡田大江もそうです。プログラムピクチャー。ピクチャー。プログラムピクチャー方式。それの伏線回収するのを、そう。そういう、何でしたっけ、スティング。スティングか。スティングって映画が、結構昔だけど、うん、代表的な例で、あるらしいよ。なるほど、うん。でも結構、そうか、バックトゥーザフューチャーでもそうですもんね。バックトゥーザフューチャーもめっちゃ伏線回収しまくり。伏線なのか、あれは。しまくりですよね、あれ。ああ、そっか、でも未来でこんなことが起こったとか。ワン、ツー、スリーが、全く同じ。だから、そう一緒です。あ、ワン、ツー、スリー。最後に、全部、ああ、そうだっけ？そうです、そうです。あれめっちゃ優秀ですよね。あれだってスティーブン・スピルバーグでしょ？そうです。あれ天才映画です。おもろすぎますもんね。好き？好きです。過去に戻りたい。過去に戻りたくないです。戻りたくない。今がいい。今がいい。今を生きる。今を生きる。いや、そう、ホリエモンの名言やないか。近代のスピーチの時言ってた。過去に執着せず、未来に悲観せず、今を生きる。いいじゃない。ホリエモンの名言それ。ついつい出ちゃいましたね。高文さん。堀江貴文さん、マギュアン。高ぼん。出ちゃいましたわ。いやね、俺やっぱり、はい、今ね、ちょっと、YouTube いろいろ見てると、はい、あ、いろんな方の。そうそう。やっぱ私たちもこの話題には触れなきゃいけないんだかと思ったんですよ。ある話題に。おう、なんでしょう。
やっぱ、牛宮城よ。ああ、はい、牛宮城。やっぱ、牛宮城、まあ、そういうことも喋っていきますか、喋っていかないとね、この私たちは逃げてばっかりじゃダメだと思います。もう5ヶ月ですから、ね。経ってますから。はい、牛宮城のこと喋ると、はい、またこの数字も、ね、伸びるわけですよ。そんな、今度、下心丸出しやね。下心ラジオでもありますから。下心ラジオだね、はい。言っちゃうんですね、しかもそれは。これは逆に言うのがまたね、なるほどね。円卓らしいというね。牛宮城について。ね。はい、はい。あと一個だけ。はい。思いました。はい、おぉ！ウィンウィンウィンの、はい、あの第4話。はい。あの、みんなで、なんかいろいろ。ああ！あっちゃんが、中田のあっちゃんが、いろいろ質問攻めをするやつ。なるほど、なるほど。あの、社長さんにね。宮崎さんのところの。はいはい、あの時に、家賃が280万かかってるって言うんですよ。はい。まだ牛宮城の家賃が。渋谷の一等地で、でかいでしょ？ 100 名くらい入るんだよね。うちの何百倍ってことですよね。そうだよ。で、200。10倍か。え、ちゃうもっとか。280万だよ。高くね？高いっすね。で、280万の家賃が補填できる、スポンサーがついてると。はぁ、言ってましたね。ね、言ってね、タブレットの絵になんか広告を載せるみたいな。うん、でもその280万の家賃を載せる、あ、スポンサー料を払う、企業ってどういう考え方をしてるんだと思ったのよ。ああ、確かに。しかも、ね、こういった SNS とか、テレビ広告とかで、これマスに向けたいろんな方に対して広告を出すわけではなくて、そうか。来たお客さんにしか出せないわけじゃん。はいはいはい。それでその280万が集まるかなと思って。ああ、確かに。何ヶ月もよ。だって今って別に1万円の、ね、こういったスポンサー料を取るのでさえ難しい。確かに。でわけじゃん、うん、だからそこに僕はちょっとね、闇を感じましたね。あ、何かあるんじゃないかと。なるほど。はい。なるほど。イハメーターが。イハメーター。イハアイズ？はい。イハアイズはそこを捉えました。確かに。はい。だって、今日は1万円のスポンサー料を取るのも大変なのに、っていうことはやっぱり、やっぱ自分もスポンサーさんとね、こうやってお付き合いありますから、うん、確かに。大事じゃないですか。うん。何が還元できるんだろうと。確かに、確かに。このユンタクにスポンサーになることによってね。だからそれは思いましたね。ああ。タブレット確かに。タクシー広告とかやったよね。でもだからじゃありますけど。いろんな人に見られるじゃん。確かに。注文の時に確かに。この広告を見ないでしょ。うん。あんまりね。ね、見ないよね。いや、見るのかな。まあ、でも、見るんやったらもうあってもおかしくないですか。そう。だから、一人到着しました。はい。で、ちょっと友達遅れてます。はい。その時見るかもしれないね。ちょっと、あ、なんだろう、みたいな。ああ。待ってる間は。でもそれに280万月も払わない。払わないよね。そう、何社かあったとしても、じゃあ仮に、それがさ、280社あるわけじゃないじゃん。はい。ね。まあそうですね。1万じゃないと。ね。一口30ぐらいの気がします。30万でも高いでしょ？30万のそのね、戻しって言ったら変だけど、もう、あれなんか、YouTube に載ることも含めてなんですかね。いや、違うんじゃない？それは。の。あ、まあ一応、あの牛宮城に、そう、スポンサー出してますっていう、まあ確かにメリットあるかもしれないけど、でもそれは俺役員会で落ちると思うな。ああ。そう、じゃあ半年間ね、やったら30万でもサブロック180万だから。確かに。年計って言ってたから多分あれ、360万でね、30万だとしても。うん。だとしたら結構なるよ。すごい。スポンサー例。だから、ここを僕は注目して、この3月1日オープンらしいんで。あ、でも言うてる間にですね。ですぐや。そうですよ。わあ。で、我々ね、まあお母ちゃん、はい、もう、ちょっと前に行って、はい、僕も行ったけど、はい、会員制の、あの、切腹。あ、連れて行ってもらいました。そう、肉ガトーの、はい、肉ガトー、ガトーパラダイスの、ガトーパラダイス。肉割烹。はい。あれは多分ね、2万円ぐらいなの。はい。コース料理。でもね、パフォーマンス高かったでしょ。はいはいはい。お肉の、その、コースの。コースの、そうですね。岡崎牛でした。岡崎牛。岡崎さんが育ててんだよね。ね。近江牛でね。はい、すっごい美味しくて、まあ、パフォーマンス高いんだけど、それでも2万円で。で、お客さんなんてカウンター8名、個室4名とかだから、14人しか入れないでしょ。はい、ああ、そうですね。で、店員さん4、5人いて、はい。っていうレベルだから、はい。それ、すごい会員するお店でも、まあ、利益としては1日、ね。多分50万ぐらいしか上がんないから、あと人件費とし、家賃も西麻布だから、すごいとこになるから。ああ、そうです。ってなるとね、難しいですよ、飲食は。難しい。大変やん。うん。ほんと難しいと思うよ、飲食は。だって3年続く店がもうほぼないんですよ、ね。ないんで。だってプロがやっても難しいし、うん。
ね。で、プロがだって今回もね、あの、遊具場の試食会、ヒカルさんがボコボコ行った。はい、はい、はい。ね、あれもプロが考えて、確かに。浮いてたじゃん、肉が。浮いてましたね。浮いたじゃん。あれはでも、あ、すごかったですね。あれどういう、でも、あれは、そんなんはほんま、ど素人が言うことではないですけど、はいはい、あれは、超えられますよね。あの盛り付けはさすがに、うんうん。自分も料理作って。うんうんうん。あれ、サムネやったら見ないっすね。浮いてるやつ。あ、しかもさ、絶対さ、ああいうのやるときってさ、わかんないけど、しっかりとしてやっぱり、芸能人のお店だから、やっぱりしっかりプライドもあるから、はい、絶対確認していくじゃん。こういうのはどうだろうみたいな。いや、そうですね。七福神が、七福神の着物が、一体いないっていう。六体とかさ。確かに、あれだって僕も最初見たとき、うん、その、ストーリー作るためにわざとやってんのかなと思いました、ね。でもほんまなんですね、どうやら。でもあれがね、多分ヒカルさんだったから言ったと思うのよ。ああ。ヒカルさんって、多分おそらくこの事業がダメになっても、自分の抱えてるもので、多分、うん、で、よく言うじゃん、YouTuber の方って、うん、テレビに干されたって大丈夫、うんうん。まあ、西野さんとかもそうだけど。確かに確かに。自分には自分のフィールドがあるっていう。うん、だから、思いっきりできるんだ、みたいな。はい、まあ。フワちゃんとかね。フワちゃんめっちゃそうです、ね。多分そうだよね。だから、テレビに、あの、なんだ、今までない若手の、これアグレッシブというか、失礼な感じ見せて、はい。でも、ちゃん、がハマったわけじゃん、多分。確かに確かに。余裕がどこであるんで。なるほど。ヒカルさんも多分そうなんだよ。いや、絶対そうだよ。あの動画はもう一回見た、俺見たの。はい。宮迫さんは最初結構、テレビリアクションなのよ。ああ。おー、うまー、みたいな。そっから少しずつヒカルさんが、おかしいんじゃないですか、はい。これ何これみたいな。うん、色おかしくないとか。はい。って言ってきて、あれこれちょっと違うぞ、みたいな。はい。テレビだったら絶対全部に対して、これはすごいですね、なんだよ。確かに、浮いてるやん、みたいな。そうそう。うわ、おしゃれー。新しいとか言って。なるわけ。そう。確かに。そう。テレビそうですね。ね。でしょ、はい、はい。まあ、それがダメとかじゃないんだけども、そうですね、やっぱヒカルさんだからこそ、うん、あれをあの時、しっかりと指摘できて。確かに。じゃあ、ヒカルさんいてよかったかもね。いや、ほんまですね。ヒカルさんいなかったら、宮迫さんだけでやったら、はい、言う人いないよね。ああ、確かに。何これみたいな。だから、よかったよね。いや、よかった。俺たちも行こう。いや、行きましょう。ね、ちょっと、あと、オープンして1ヶ月ぐらい経ったら、少しはね、うん、入れるようになると思うから。しかも100席ぐらいあるから。ああ。かなりでかい100席って。なんか、安楽亭とか、なんかなんだろう、焼肉食べよう、焼肉キングとか。はい。ね、ああいうとこだったらね、100席ぐらいあるけど。確かに確かに。渋谷で100席なかなかないし。渋谷で100席のとこって、安いところ。白木屋とか。あんあんとか。ああ、そう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 。そうそうね、多分。ね、そういうとこだよね。だから相当でかいから。確かに。店員さんもね、ひろゆきさんもね、いろいろもう見たけど。はい。そんだけでかいと、店員さんめっちゃ必要じゃん。はい、ああ、そうか、そうか、ほんまっすね。そう。でもそれをタブレットで賄うって言ってるんだけど、でも持っていくのは人だから。確かに。ふわ。しかも肉割烹だから、割烹ってまさに私たちが、はい、ガトーパラダイス食べた、あのクオリティじゃなきゃダメだね。そうか、割烹ってなんか高いイメージある。高いイメージでね、ちゃんと創作料理的なことも含めて。確かに確かに。あるから、料理人の腕前もそうだし。ふわ。でもこれはもう、仕事だから、うん。もう芸能界もそうだけど、1年目だろうが、もう20年目だろうが、うん、仕事は仕事で、同じ、立ち位置だから。確かに、ね。やるしかないですよ。いやでも、めっちゃ売れる可能性もない。あるよ、あるよね。ね、だから、いや、成功するじゃない？もしかしたらね。うん、でも、真面目な話をすると、うん、今、日本で一番有名な焼肉屋。いや、そうだね。なるほどね。いい意味でも悪い意味でも。だって、助けたいって思う。ね、母性本能くすぐる感じはあります。はいはい。ね、やっぱリピートだよね。そうです。一回行った人が、三ヶ月でね、開店して、うん、じゃあ二回目行きたいっていう人がどんだけね、一回目で作れるかだから。確かに。だから今、ちゃんと、なんかわかんないですけど、むっちゃハードル下がってるから、ああ、その、ほんまに普通ぐらいのクオリティで、ああめっちゃええやんってなってる。そうだよね。ああ。意外とうまいぞ。うまいぞ、これ。だとしたらさ、死体あ、メニュー言ったやつ。水死体の、はい、メニュー出した方がいいよね。確かに。あ、これだこれ見たやつだっていう。噂の。噂の。確かに。いや、テレビで見たりとか、営業で出て減ってるみたいなもんじゃん。確かに。あ、面白いなーみたいな。だからあれ出した方がいいんだよ。七福神も、一体いないじゃんっていう。本当にいなかったみたいなツイートで。
はい。確かに。そうそう。味はちゃんと揚げて。そう。味はうまいよ。で、これでうまければいいじゃん、要は。美味しければ。確かに。そう。うわ、爆、あるんじゃないですか。あるよね。だからなんか炎上商法じゃないけど、確かに。逆に、その、皆さんのハードルが下がって、その、なんか、記念に写真が撮れるような、金箔と銀箔の肉寿司みたいなやつがあったけど。はい。ありましたね。あったじゃん。トリフ、フォアグラトリュフビビンバ。ビビンバね。ありましたね。覚えたもん。だって覚えさせられてるってことですね。完全にこう、もう、信者というか、なってもってるというか、ね、エビのやつとか中毒中毒。そうそう、このウニソースいらんなとか、俺、マジで1回しか見てないですけど、覚えてます。ウニソースいらんな、みたいな。なんか、ね、エビの、ね、なんか、そう、やっぱり。うわ。いや、すごいよ、だから。一回しか見てないのに、こんなに。そう。肉の色変とか、なんか、石の板みたいな、なんか、やつに、肉、なんか、乗せられてて、うわ、覚えてるわ。これ何みたいな。赤身ですとか。赤身何のやねん。あって、で、なんか赤身って、赤身で出す店もあるよな、みたいな。なんか、言い訳みたいな始めて、でも、あ、座布団でした。みたいな。やつありましたもんね。座布団でした、みたいな。これ、ええ肉やで、座布団とか言って、なんか、めっちゃ色、変な、やつとか、やっぱ覚えてるから。覚えてるの。入ってもらう。入ってますよ。うわ。いやいや、これは、すごいわ。もしかしたらいい戦略になってるのかも。まあ、結果往来だけど、マイナスをプラスに変える方法。確かに。としてね。ほんまや。だって、何でしたっけ、バルミューダの、うん。なんかスマホが、できたじゃないですか。はいはいはい。で、あれもめっちゃわざとスペック落として、うん。なんか、めっちゃ炎上したみたいな。なんか、あれが、作戦みたいな。うん。自主回収して、ってるんですけど。え、回収までしてるんだ。なんか停止、販売停止かわされましたけど、もうそれもうやってる人もいるってことですね。作戦として、あれ偶像がちゃうとはいえ、うん、いやあるんでしょ。バルミューダの携帯はマジなんじゃない？あ、マジマジじゃない。回収までするって結構ですよ。確かに使ってる人、ね、僕触らせてもらいましたけど。画質ほんまにハニービーでしたよ。もう昔のウィルコム。そんなにもうほんま、高1の時使ってたウィルコムぐらいの画質で。ウィルコム電話重視ですもんね。そうです。通話重視ね。そうです。カメラはもう全くなところのやつやったんで。すげえな。だから、でもそれを本気でやってるわけない。なぁと思って、あんな、うん、あすごい、ここまでね、企業。ああ、確かに。あんなね、すごいオーブン出して。それだったらあるか、じゃあ。ね。ね。なんやねん、その作戦っていう。いや、世の中ってのは、わからんなぁ。誰どこのベテランわからんなぁ。どこのベテランやん。いやぁ。ね。まあでも、旧宮城。はい。ちょっと楽しみにね。楽しみに。我々は、はい、ユンタクラフテーナイトは、はい、牛宮城を応援します、はい。ありがとうございます。はい。します。はい、あれ、こっちゃん。はい。メール来てます。あ、メール。はい。こちら、ラジオネーム。はい。隠れおかした。おお、お久しぶりですよ、おかした。好きな焼き魚は何ですか？あ、東京都17歳、女という。はい、いやお久しぶりですね、お久しぶりですね。今年初めてじゃない？確かに。ねえ、ね、あんだけ送ってくれてたのにね。ほんまや、卵料理なんですかとか。ねえ。なん、そんなばっか。好きな和菓子とかなんですかとか。八つ橋とか言ってたよね。言ってました、言ってました。好きな焼き魚はですね、鮭です。あ、鮭ね。いやー、鮭が選ばれた。鮭。へぇー。意外と白身魚なんですもんね。赤いの。高いけど。鮭美味しいもんね。鮭美味しいですね。値段上がってきてどんどん。あらま。そうそう。不作のところでないの？あんまり。あんまりなんか。あらま。ね、熊が、ね、大量熊が大量発生大量発生してね。熊がパーンパーンって取るけど。ね、木彫りになるやつや。そうですね。木彫りの熊がね。あとホッケ。ホッケさんね。ホッケってほんま、うん、つつかれすぎじゃないですか。つつかれすぎ。あれ、変な料理ですね、よう考えたら。なんで？焼き魚って大体みんな一人一つじゃないですか。ああ、確かに。ホッケだけ、うん。なんか集団でなんか、確かに。つつかれてんな。ほじくられてんな。ねえ、ほじくられてんな。確かに。な
何や、アナサカ。確かに。わけのわからん。世界で一番欲しくられてんのかな。ね、いや、絶対そうですよ。ね、あんなみんなで、見られて、うん、開かれて、かわいそうに。ね、ね、なんか、骨とかこう、ピロピロピロ。あね、これ、こうやって取るんだよね。いや、ね、醤油これかけるとか。めっちゃ迷われて。大根おろし。ああ、大根おろし。そうそうそう、これどうするみたいな。かけすぎる人もダメ。ああ、かけすぎだよっていう。ちょっと白身を残したい。ね、逆富士山みたいな。そうそうそう。ところを。あと、レモンを絞るか絞らないかみたいな。ややこしい魚やで、かわいそうに。でも、ホッケからしたら、もうあるあるなんだろうね。いや、そうそういう会話を行われるのがね。そう。あるあるある。ながら聞いて。めっちゃ迷われて。で、ね、ひっくり返されもせずか。そうね。基本はひっくり返されないんじゃない？皮食わないよね。多分。確かに。そうか。続いた後ですからね。だよね。そうか。そうそう。うわ変な。美味しいけどね。最近ね、ファミリーマートにホッケのやつ売ってんの。ありますね。あるプレートみたいな。そうありますよね。食ったばっか。美味しいですか？普通にうまかった。ホッケってなんか、確かに、なんなんやろ、あの魚。え、あの、ヒラカレー以外で。ない見たことない。ありますっけ？に、煮魚とかあるかも。え、見たことない。見たことないですよね。だってホッケの煮浸しとかわかんないけど、ホッケの煮付けとかないね。ないっすよね。あんま聞いたことないぞ。ホッケの？ホッケの刺身とかないっすよ。ないね。ホッケの刺身ってあんのかな？あれっぽいですね。ホッケ刺身で食いたいですね。でも出てないね。ほんまや。ねえ。ホッケの開きと、開きって何？開き。開きしかないでしょ。刺身でも食べられるって知ってましたかみたいな。ちょっとありますね。ホッケの刺身おもろ。え、ってことはもう、ホッケの、その開きはもうコモンセンスなんだ。コモンセンスです、完全に。だから刺身が新しいの。今、伊庭くんが画像出してくれてますが。あ、なんかちょっと、光物なんだ。白身のね。ね。ね。うわ、全然ホッケ感ない。ね。なんでホッケを焼くんだみんな。焼く一択なんだ。焼いてなんで開いてみんなで食うんや。焼きやすいとかじゃないでしょ、別に。確かに。最初のこれは、普通やん。もう、よく知ってる魚。ね。あ、ちゃんと内臓処理して、開いてるんだ。そうかそうか、なんかボコ、ありますもんね。サンマとかって最初内臓残す人もいる。ああ。けども、あそこツルなんだよ、みたいな。ああ、そこ美味しいっすね。あ、好き。苦い。あれ、でも、最近分かったんですけど、あの苦いものをちょっと食べることによって、その、スイカの塩じゃないですけど、うん、他の身が、むっちゃうまく感じる。ああ、なるほどね。なんか、さらに。なんか、そう。なるほど、なるほど。あの苦さを味わって。はい。ああ、そういう食べ方なんか、あるなと思って。僕もつい最近それ知りました。そうやね。俺もダメだよ、苦さは。あ、苦すぎます。あ、でも、いや、魚によりますよね。なんか苦すぎるやつもあるんですよ。ああ、なるほどね。で、あの、それこそこの前行った、長良川で取れる鮎とかは、うん、ほんまにいいやつなんで。はいはいはい。もうそこ行けちゃうのか。行けますね。あ丸。長良川、長良川行ったんだよね。長良川行ったんですよ。僕が小学校の時って、一番好きな川なんですよ。うん。長良川。長良川。岐阜県長良川。うん。揖斐川。木曽川、長良川町の木曽三川のうちの一つです。そうです。水が綺麗っていうだけで多様な動物がいるっていう。うん。鴨とかいたもんね。そうなんです。自然のね。ね。ほんと綺麗だったよ。川がおったり。岐阜県関市。ね。ね、ちょっと関市にお邪魔して。お邪魔して。ちょっと一泊しましてね。ね。関観光ホテル。確かに。そう。関部屋数はもう30があるんだけど、もう泊まってるの我々だけだったね。いや、ほんまそうですね。うん。で、雪も降ってきてね。雪も降ってきて。で、部屋から流れがドーンって見えて。そう、すごい綺麗な。温泉も、温泉というか、まあ、大浴場が上にあって。そうなんです。うん。ちょっとぬるかったな。あと、大浴場って言ってたけど、小浴場。小浴場だね。何人ぐらいいる ?6 でもう、パンパンですよね。そう、6人だね。6人でパンパンぐらいかな。パンパンで。はい。そうですね。ただ、すごい、僕の部屋が、なんか、押し入れ押し入れ、はい、そうね。みたいな、その、開けたら。押し入れ開けたら。開けたら、お風呂に繋がってるんです。隠し風呂みたいな。そう。おしゃれー。そうです。お母ちゃんの部屋が特別部屋で。そうです。トイレもそっちに入ってて、押し入れの。そうか。って開けて、こう、くぐって。そう。パッと見、お風呂もトイレもねえじゃん、ここ、みたいな。そう。なってたんですけど、全部隠れてて。そう。で、お風呂は、なんか、ベランダみたいになって。あ、ねえねえ。そう。
テラスみたいな。そう、テラスで。全裸で出ても大丈夫だ。そうそうそう。そっから川見れるみたいな。うん、やつ。そうなんです。なんか、子供って思わなかった。子供イエーイってな。秘密基地やから。秘密基地好きやな。確かに、押し入れの冒険とかあったしな。絵本で。かわいいな。絵本であったわ、そんな。かわいいですよ。ですよ、まあ、セキシね。はい。よかったね。よかった。まあ、この模様はまたどっかで流れるかもしれないので。ぜひお楽しみということでございます。はい。はい。ここで、全然言うことじゃないんですけど、この場で言うことじゃないんですけど、はい、岡田さんのラジオで、この番組だけ、あまりにもメールが少ない説が僕の中であって。ああ、まあ、確かにな。ね、この原因、うん、僕がツイッターを全く更新してなかったのかもって思って。めっちゃ自責や。優しい。俺たちのね、じゃなくて自分の手にするっていう。いや、売れるわ。いや、ほんまに。もう売れてるか。忙しいですもんね。今後、ツイッター SNS 強化したいなと思って。はい。もしよければ、この流れで、お便りのテーマ募集とかって。はい、あ、いいね。わかりました。お便りのテーマは、うん、はい、私だけのこだわり。あ、いいね、私だけのこだわり。なんか、ありそう。一発目で情報番組みたいなね。私だけのこだわり。私だけのこだわり。はい。こだわってることみたいな。はいはい。ちなみに、ホッサン何ですか？あ、私だ。私だ。僕なん、あ、なんか、なんやったっけ、なんかで、こだわりというか、変な癖がいいかな、変な癖みたいな。ああ、そう、どっちの方が確かに。私だけがやってる変な癖みたいな。うん。なんか、それで、僕が思ったのは、はい。なんか、この前、その、居酒屋で、うん。なんか、レモンサワー、はい。普通に頼もうと思って、うん、レモンサワーくださいって言ったら、なんか季節限定果実酒みたいな、はい、たまにあるじゃないですか。で、今ちょうど姫レモンサワーみたいな、姫レモンっていうのがあって、それおすすめですけどどうですかって言われて、うん、断れないじゃないですか、そういうのってもう。だから、あ、ぜひお願いしますみたいなんで、で、姫レモンサワー来て、うん、で、姫レモンが、その、すだちみたいな大きさぐらいで、うん、で、オレンジみたいな色してて、うん、はい、で、飲んだら、その結構甘い感じだったんですよ。はい、そのほんまにみかんに近いっていうか。はいはい、だから、思ってた味とちゃうかったんですよ。その、酸っぱいの求めてたんで。うん、こっちはね。そうです、そうです。あ、ちゃうな、思ってたのと、と思って、うん、で、飲み切って、はい、で、おかわりするときに酸っぱいもん欲しいけど、うん、その、レモンサワーくださいって言ったら、うん、その、さっき姫レモンサワー頼んでるから、はい、その、こいつ姫レモンサワーあんまやったなと思って、レモンサワーに変えてるやんと思われたら嫌やから、でも酸っぱいの欲しいから、その、シークワーサーサワー頼んで、バランス取った。バランス取って、そう。なんかそんなんあるなと思って、その、癖。癖ね。気にしいかな。そう。それ、そんな、癖やな。ああ、優しい癖なのかな、その人を傷つけないためにもね。そうです。なんか、結構あるんですよね、なんか。僕めっちゃ汚いんですけど、はい、ちょっと癖言っていいですか。ああ、もちろんもちろん。聞きたい。ちょっと不快になるかもしれないですけど、うん、僕、爪物、歯の爪物がたまにこう、取れる時があるんですよ。うん、ちょっと軽く、うん。その快感が好きすぎて、うん、あのフィレグミってめっちゃ歯取りやすいんです。爪取りやすいんです。それをよく買って食べて取っちゃうっていう。ああ、見るから。で、また歯医者行ってって。それってそんなリスクを負って。取っちゃうって。めっちゃすごい。変態やな。あれ変態や。たまにそんな毎月取るわけないですよ。全然。あ、爪物が取れるのがいいんですか？その爪物が取れた後の、その、取れた場所を下でこう触るのが好きとかって、あ、どっちも。どっちもやっちゃう。ど変態やってる。でもなんとなくでも分かれるかもしれん。その、詰め物取って、その、うん、ね、取っちゃダメなんですけど。ね。ね。ほんとガムとかもね、ここで噛んじゃダメなんだよ、ほんとはね。ね。詰め物があるっていうのもまたでも魅力だね。まだ詰めてんだ。もう30でしょ？もう詰めちゃあかんよ、もう。あ、詰めたらダメなんですか、ね、もう詰めてる場合じゃないよ、もう。ちょっと成長しよう。かぶせ。かぶせましょうもん。じゃあ何かカシッと。かぶす、詰め物ってやっぱ取れるんですか、すぐ。あの、ピュレグミがめっちゃ取りやすいです。ええー。
あぶね、オフもでも詰めてますよ。あ、そう。そう、プラスチック。あ、詰めてんの？だから、なんかこれで大丈夫って言われたんですよ。ああ、まあ確かに、大ごとにしなくてもいいね。いいからね。うん、そうです、そうです。はあ。でも詰め物取れたらすごい深いんでしょ？深いです。穴がボコってあるんでしょ？わあ、それを触るのが好き。これなんか詰めた、詰めるの好きじゃないの？別に何かを。なんか、そうです。逆に。コーンとか。コーンとか。それも好き。それ、朝とか取るのが好き。ナッツとか。ガリとか。ガリとか。いいね。これなんか隠しとけるなんかね。ちっちゃいやつ。ちっちゃいやつ。いいじゃないですか。いいですね。はい。いや、皆さん募集しましょう、じゃあ。癖。募集します。はい。はい。で、あれですよね。なんか、どうします？ツイッターでも書いて、みたいな感じですか？あ、そうです。一応ツイッターで、はい。はい。はい。わかりました。まあ、SNS 強化なんで、もしよかったらいいね、リツイートっていうところで、そうですね。まあ、呼ばれた方にはね、もしかしたらステッカーとか、確かに。もらえるかもしれません。はい。あ、今日さ、ごめんごめん。何なんですか？フットクォーターズさん。はい。からね、T シャツもらったの。あ、かわいい。そう。あ、宮古島や。そう。僕の思い出の島。あ、そうそう、お母ちゃんの。うん。で、それでね、一応お母ちゃんと。あるんですか？千葉県にもあって。あと、このフットクォーターズさんのこのトレーナーも。うわ、めっちゃええやん。これもらってます。すごい着心地がいいの。これ今君と、あるんですか？お母ちゃんにも。ありがとうございます。でね、あと、いいパーカー。この、うわ、スパムのビーチサンダル。島通り。これいいっしょ。めっちゃええやん。これ、シャレやん。これは通販で買えるのかな？もし買えたらね、リンク貼っとこうかなと思うけどね。確かに。はい。まあ、宮古島限定って書いてある。もしかしたら買えるのかな？インテリアにもいいかもしれないですね。そうそう。これはね、ぜひ佐野くんに。あ、いいやん。はい、ね、佐野くんスリッパ好きでしょ。スリッパ好きやな。ね。スリッパオタクですか。でしょ？だから佐野くんこれぴったりかなと思って。いいわ。佐野くんにこれを。はい。つけてもらって、はい。ありがとうございます。いやいや、そうです。はい。あと、この、ステッカーもあるんだよ。スパムのステッカーとか。わ、ええやん。ポークランチョミータや。そうそう。このボーイのなんかスパム宮古島。すごいいいのよね。すげえ、このパッケージ。そうそう。で、フットクォーターズさんでね。はい。いろいろオリジナル商品作りたいとか。あ、相談もできるんですよ。そんなもできるんです、ね、はい。ぜひ、お菓子たんもね。はい。とか、お菓子たん帽子とか。あ、いいですね。ね。作ったら。あれでも。踏み絵とかね、踏み絵。踏み絵マジの。お菓子たん。お菓子たん。やるか。やるよ。すぐやるよ。これ、お菓子たん探すためのね。はい。この、フットクォーターズの社長もね、社長も喋ったんだけど、はい、結構いい、人でね、うん、なんかどんどん盛り上げるためにやっていきましょうみたいな感じなんで、はい、今パッチューネの T シャツもちょっと制作しようとしてます。いいじゃないですか。はい、ぜひとも、ぜひとも皆様フットクォーターズちょっと概要欄に、はい、もしよかったらご覧ください、はい、ということで、はい、じゃあ CM、はい、からの、はい、お母ちゃんの、あ、ペットボトルキャップ行きましょう。はい、どうぞ。ガルフにマカチョウケー。ガルフにお任せダイエット、ガルフにお任せ健康づ、スクラブ富城前田牧港会員募集中。お魚さんこんにちは、スイ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 ミング、みんなで泳ぐの大好き、沖縄スイミングスクール。子供から大人まで楽しめるスイミング、ただいま会員募集中。ペットボトルキャップ、きっとここでストップ、罰当たるって思ってまう。忘れてたジュース、シンクに流した、君のことばかり見ていたな。
狙いすぎかなって思ってまう。オーシャンビューとかしたいけど、多摩川くらいが俺やろな。フレンチ予約してみようか、でも気を使わせてもあかんよな。綺麗な吐息でいたいけど、ブレスケアだけじゃあかんかな。好き好き好きすぎ、どうしよう。しっかりまっすぐ伝えたいこの想い。ギュッと抱いてキスできるわけないか、まだ僕の片思い。振られてもスキップ思いたいまいか、思えず動けないまま。ペットボトルキャップ、ずっとここでストップ、バチ当たるって思ってまう。忘れてたジュースシンクに流した、君のことばかり見ていたな。ペットボトルキャップ、きっとここでストップ、バチ当たるって思ってまう。片付けの最中、資源ゴミは来週、君の休みは明日だよな。君のことばかり見ていたな。いやー、いい曲といいコマーシャルメッセージでした。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ということで、はい、1月のプレゼントコーナー。イエーイ。はい、今月のプレゼントは電動ミルソルト&ペッパーミニを1名様でございます。応募方法は番組公式メールアドレスに、件名を電動ミルソルト&ペッパーミニの件と記載の上、キーワードと番組の感想を添えてメールを送りください。応募の締め切りは2月10日の23時59分までとなっておりますので、ありがとうございます。すぐ、今すぐメールしてください。はい、すぐ。そしてキーワードは鴨の長介。はい。いやー、鴨の長介。はい。鴨の長名と、しぶといですね。そうです。鴨の長名と、イカリア長介さんをちょっと足したようなイメージで、はいはい、イメージで思っていただければと。はい。よろしくお願いいたします。はい。はい。ということで、あっという間にお時間でございます。早いですね。早い、本当に。ユンタクラフテーナイトでは感想やご要望など、あなたからのメールをお待ちしております。メールアドレスは、ユンタクアットパッチューネ 21.com、ユンタクアットマークパッチューネ 21.com です。ツイッターのハッシュタグは、ユンタクラフテーナイトです。ぜひ、たくさんつぶやいてください。さおこちゃん。はい。今週のユンタクはどうでしたか？いや、素晴らしかったですね、ほんと。うん。今日はまあ、飲み会パート、祝杯パートだからね。うん。ぜひ、この、放送をご覧いただきながら。はい。飲んだりね。うん。ね。楽しく。はい。過ごしていただければと思います。ホッケつついたりして。ホッケ。ね。これ、昼間ね、普通に FM21 で聞いた方は、ぜひ今日の晩ご飯、ホッケ。ね、家族でつつきながら。はい。ね。ね。聞いてください。聞くのもいいですよ、本当に。はい。ラジオって、これ YouTube でまた聞けますから。はい。映像見ながら聞くのもね。あ、そうですね。実は面白いんですよ。はい。ぜひぜひ、よろしくお願いいたします。はい。はい。ということで、ユンタク、ラフテーナイトでした。ありがとうございました。イエーイ。さようなら。